皆さんこんにちは。ついにブラックベリーを買いました。なぜ今回ブラックベリーを選んだかというとですね、累々と積み重なる仕事を日々やっているわけですけれども、できるだけ効率よくですね、そして効果的にやりたいという思いが強いんですね。そしてはできるだけその時間を有効活用して、やりたいと、そんな思いがとっても強かったからでした。これを手に入れる前のですね、具体的な悩みは、まず一つ目が毎日のスケジュールですね、カレンダーがパソコンからしか見ることができなかったことが一つ、それから二つ目が会社のメールを閲覧するのに基本的にプル型だったんですね。ゲートウェイを回避するためでしょうか、とってもパフォーマンスが悪かったということがあります。三つ目はですね、グローバルコミュニケーション、私自身の頻繁に行っているわけですけれども、世界で持ち運べてですね、しかもショートメッセンジャー、SMS が対応できていることがとても必要だったということです。最後4つ目がですね、新しいコミュニケーションのメソドロジーで私たちが推進しています PR2.0、 この実行にですね、使えるウェブサービスがたくさん対応できているということなどなど、ということになります。私はこうした端末は重要なコミュニケーションツールだと思っていますので、とにかくこのコミュニケーションがつながっていくということがですね、非常に大事だと思っています。つまり情報の IO、 インプットアウトプットが不可欠なんですね。効率よく情報を得てタイムリーに返していく、こうしたことにとっても便利なのが、なんといってもこの QWERTY キーボードですね。見えますかね、 QWERTY キーボード、 QWERTY 並んでるから、このアスキー配列のキーボードを全部 QWERTY キーボードというふうに呼んでいます。もちろんパソコンのキーボードのスピードそのものというわけにはいきませんけれども、ちょっと慣れればかなりのスピードで打ち込むことができます。これは小型の携帯端末としては秀逸のインターフェースだと思っています。液晶画面自身はですね、 iPhone などと比べると小さいのですが、視認性、つまり見え方ですね、これ十分です。映像やゲームでたくさん使うんですという人でない限りで、基本的には問題ないというふうに考えます。さてビジネスで活かすスマートフォンはソリューションこそ大事だと思っています。極端に言えばこのスマートフォン端末だけを取り上げての良し悪し、これを議論してもそれほど意味はないということだと思っています。つまり重要なのは見た目の端末以上にこの裏側のシステムがどれだけ連携し合ってユーザーのビジネスシーンを助けてくれるかということに尽きるでしょう。その一つをお見せします。まず朝ですね、目覚ましをかけます。目覚ましをですね、この時計のアイコンをクリックする、こういう時計が出てくるわけです。もう下の方に、起きる時間ですね、5時半という数字が見えますでしょうか。5時半ありますね。この時計をセットするとですね、自動的に、連携しているということなんですけれども、カレンダー、この31という数字、これカレンダーですけれどもですね、デイリーアラームというところですね、数字がついて見えるようになっています。このアラームとカレンダーが常に連動しているというところが非常に重要ですね。はい、そのカレンダーなんですけれども、これは会社の統合グループウェアにつながっています。これ自身がつながることによってですね、PC 上、パソコンの上でしかマスタースケジュールを見ることができなかったのが、このブラックベリーで確認することができます。もちろん相互に同期していますから、例えば来週の取材について打ち合わせるときもわざわざ PC を開けてログインしてという手間をかける必要はなくなりました。さて、スマートフォンをすでに使っている人たちにはですね、この程度は基本的に当たり前だという方もいらっしゃるでしょう。しかし肝心なのはここからなんですね。PR2.0、Web2.0 の道具をいっぱい使ってコミュニケーションしていくわけですけれども、そのさまざまなウェブサービス、これは PC 上でこれまで試行してきました。その主だったアプリケーションがいとも簡単にこのブラックベリーからできるということですね。まず Twitter ですね。 Twitter を見てみましょう。はい、Twitter はこのアイコンを開きますと、すぐにアップデートとダウンロードをして、最新のものを表示していきます。しかもショートカットキーを使うことによってですね、その一番最新のものを見たいか、最後のものを見たいか、あるいは次のページに行きたいかなどがですね、全部ショートカットだけで行くことができます。スペースキーを押すと次のページにどんどん飛んでいきます。そして一番頭に戻りたいときは T のボタン、トップのボタンを押すとですね、一番最初、最新のところに
戻ったりすることができます。はい、それから、まあ、実際にこのブラックベリーを手に入れてですね、まだ数日しか経っていないんですけれども、私自身それほど慣れているつもりはありませんが、このキーボードですね、すぐに返事をすることができます。例えば、今のツイッターですね、少し文字を書いてみましょうか。はい、メニューで、アップデートマイステータス、私の教授、テストしますと。テストですということで選んで、丸印をつけて、はい、これで、はい、リターン、そうですね、センドアップデートで、はい、このセンディングというところですね、サクセスフリー、ポステッジユアツイートということで、ツイートが実際に反映されてきます。トップを見てみましょう。実際にすぐテストが完了していますね。はい、ということです。さて、次はクイックに行きます。動画配信ですね。このライブ中継をですね、行えるサービス、クイック。これは特定のスマートフォンでのみ利用可能となっています。ブラックベリーでは快適に使うことが確認できています。ちょっとやってみましょう。はい、クイックですね。はい、このクイックをボタンを押すと、今動画配信の、まずシェアビデオということで Twitter でやりますよということをつぶやいて、それからテストをしてみましょう。はい、クリックします、はい、テストでこうした映像が撮れています。そして何が起きているかというと、実際のパソコン画面でも見ることができますでしょうか。はい、これライブを中継をしています、はい、実際にこの動画をですね、映すことによって、生中継をいつでもどこからでもすることができるわけですね。はい、それでは最後にゲームについての確認をしていきましょう。はい、ゲームですね。はい、ゲームです。はい、ご覧の通りですね、ゲームはあまり入っていません。ということでブラックベリーはゲーム機でないことがよくわかります。以上です。簡単ですけれども、ブラックベリーの私なりのレビューをお届けしました。